にちは、タップダンサーの穴田裕之です。今回はタップを始めたばかりの人でもできる超入門レベルの振り付けをお伝えします。この超入門レベルは過去に同じような振りをたくさん使ってますので、ぜひこちらもご覧ください。この動画が少しでもお役に立ちましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。後半ではメトロノームに合わせて右足から左足から、そして3つの速さで踊りますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。右足からステップステップヒールヒール、右左右左、このステップステップヒールヒールの動きをクランプロールと言います。このクランプロールっていうね、リズムの取り方がたくさんありますけど、この順番のことね、クランプロールというのね、ぜひ覚えておいてください。ね、このクランプロールについてね、概要欄にリンク貼っておきますので、ね、確認したい方はぜひそちらをご覧ください。右から始めたら右左右左、左足から始めたら反対になりますので、左右左右になります。まずは右足から右左右左、そしたら少し移動しながらボールボールヒルヒルボール、カウントで言うと1、2、3、4、ここから速くなって5、6、7でゆっくり8、タッタッタッタタタタタタタッタです。せーの、そしたら右に移動しながらスタンプステップスタンプヒン、上から下ろすポーズ、スタンプステップスタンプ、今度はトン、違うことやります。ここまで頭からゆっくりいきましょう。5、6、7、ここまでを一緒にやってみましょう。5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、3ゲート目からここから右足スタンプ、左足ブラッシュ、前のボールで蹴ります。トン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 、4回やって、足ね、つま先伸ばしたいので、今回はかかとじゃなくて、ボール、前の部分でね、ブラッシュしましょう。これをやりながら回ります。それで正面を向きます。そして、ここから、1、2、3、4、1、2、3、4、ちょっと前に行って戻ります。1、2、3、4、横でシャッフルステップスタート、1、2、揃えて横を出してトントン、3ヤード目からつなげてみましょう。5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、から一緒にやってみましょう。5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、頭から通してみましょう。一緒にやってみましょう。5、6、7、1、2、3、4、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 5、6、7、
ションなんですけど、ちょっとこのね、クランプロールって名前を覚えていただいて、今後ね、たくさん使うと思います。また、入門基礎とかね、初中級とかでいっぱい出てきますので、ちょっとクランプロールというね、名前を今回は覚えてください。
それではメトロノームに合わせて一緒にやってみましょう。右足から5、6、7右足から5、6、7今度は左足から5、6、7右足から5、6、7次に左足から5、6、7今度は左右続けてやってみましょう。右足から、はい、5、6、せーの。今回はボールとヒールのコンビネーションであるクラップロールというステップを使った入門基礎レベルの振り付けをお伝えしました。このクラップロールというのは、ね、たくさん使えますし、また一つ一つの音が、ね、すごく大事になっています。なので慌てずに一つ一つを丁寧に早く練習をしてみてください。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。